みなさん、こんばんにちは。そしていらっしゃっす、朝田くんです。それでは、ステラブレード続きをやっていくよ。くのいち。なんかこれが無料で配信されました。無料アップでできてます。他にもね、まあこれの色違いはね。ホワイト。真っ白になっただけですね。そんなところかな。じゃあ今日は何してこうか。ミッション、まあストーリー続けてもいいんだが、オペラハウス行きてえよな。こんなとこにあるんだ。スケボーある。ダメか。死体がいる。アークテック。マンが話してた過激派に違いない。これは一体どういうこと？こんな場所で人知れず死ぬなんて何があったの？妙な感じがする。この箱舟のことを調べてみないと。箱舟ってどこにある？これか。ダメだ。パスワード。ここは体験用の空間じゃないの？どういうこと？何が何だかさっぱり。もしかしたら何かの犯罪の場として使われてたのかも。待った、こっちにも何かありそう。時計回り。キャラメルマキアーツ。なんだこれ。これはマザースフィアを信じるなーの連中。おいで。オペラハウス行くか。これどこに来るんだ。大砂漠。ここなんだね。あれだべ。
はい、オペラハウス来たよ。あれ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 、他の廃墟とは雰囲気が違う。もっと調べてみないと。ただいまアートセンターでは世紀の大傑作機械婦人を絶賛公演中。エイドスオペラカンパニーの豪華出演陣がお待ちしております。一大旋風を巻き起こしている運命を超えてを歌う主人公カラクリを演じるのはエンヤです。カラクリを待ち受ける運命や怒り、最後に待つのは破滅か名誉か、はたまた愛か。エンヤだ。エイドスオペラカンパニーのサイン会へのご参加は抽選方式とさせていただきます。詳細はアートセンターのソーシャルメディアページをご覧ください。エンヤか。リハーサルの調子なんて関係ないわ。大事なのは本番の出来。演じて歌い切るだけよ。あ、それとヴァンへの感謝の気持ちを忘れず、100年後に見ても恥ずかしくないものを届けないと。でも100年後にこれを自分で見る方が恥ずかしいかも。まあとにかくきっと大丈夫。運命を超えて。ふん、100年後。確かにエンヤがいつも歌ってるのとそっくり。でも歌詞が微妙に違う。エンヤの失われた記憶にデータがあるのかも。ん？直してん。では続けて、本作の出演が決まって天にも昇る気持ちだったと聞きましたが本当ですか？ええ、本当です。初めて台本を受け取った時にすぐに作品の取り組みになってこれだって思ったんです。機械夫人がどういう人物でどんな歌声で歌うのか一気にイメージが湧いてきたんです。歌声というと運命を超えてですよね。ソーシャルメディアでは一大ブームとなっていますが、どう受け止めていますか？夢みたいです。これだけたくさんの方に聞いていただけるなんて。ファンの皆さんには感謝しかありません。これからも全力で歌います。あの曲を聴いた多くの人がエンヤが一体何者なのか知りたがっていますよ。エンヤ、これはエンヤって書いてある。機械夫人、エイドスアートセンター。ここに書かれてるのは日時と会場と主催者とそれにスポンサー、ターゲット層、視聴方法、申し込みは原則先着順。ショーが終わった後に出演者のサイン会をやってたみたい。それにアートセンターの中にギフトショップまで。エンヤに関する情報がまだまだありそう。エンヤ、死力がいる。随分とアナログなセキュリティ。この顔は、エンヤ。ここにもデータが残ってる。みんなと一緒に歩めるよう運命を超えてみせる。エンヤ、チケットか。あとはあれか。
ポスターか。機械婦人、主演は AI 女優エンヤ。これだからアナログの情報伝達手段は信用ならない。確かにこの人エンヤとすごく似てる。何より名前まで一緒なんて。これまでの情報からしてディガーが言ってた通り、ここにいたエンヤとザイオンのエンヤは同じ人で間違いない。曲名は運命を超えてか。じゃあつまりここで行われてた公演でエンヤは歌っていたと、そういうことだな。メモリースティックは一番大事な情報を残すよう設計されてる。曲しか記憶してなかったなら、それだけエンヤにとって特別なものだったってこと。調査は十分だ、これ以上は何も見つからない。そうなんだ。さあもう帰ろう。んでもかんでも覚えてるわけじゃないんだ。行きましょう。フランシスのお兄さんは廃墟の中に隠れてたの。ここだな。まあよくある話だ。だがエイドセブンの人間がここまで長く生き残ってるのは滅多にないな。とにかく信心深いお兄様をさっさと見つけ出そう。ええ。お兄様。あ、こんなところにある。ここだにゃ。よし。ちょ、あれか。兄貴か。レイ、イブ、イブ。真実の声ってどういう意味？どういう意味だ。座標を残してるとはありがたいな。よし、あとを追ってみよう。どこやねん。あ、遠い。ドロップポット。半分砂に埋もれてるな。そもそも奴は一体どうやってこの場所を見つけ出したんだ。声に導かれてきたみたい。声の主は誰？ドロップポットがあるのか。あれ？これか。誰であるにせよ、大層魅力的なやつだったんだな。アビスレボアに向かってる。
急がないと。アビスリブは行くことになっちゃって。この人。大砂漠をうろつくなんて、もはや自殺行為に等しい。この地に犯罪者が追放されるのもそれが理由だ。だとしても何かが引っかかる。やつとは一体何に襲われたの？ネイティブかもしれないが、やつだ。確かにことはわからない。ま、今となっては何であろうと関係ないさ。やつに襲われたんだ。何かおかしい。ドローンを使ってデータチップを運んでたみたいだし、あたりを調べてみる。何？これのパスじゃねえの？の？え、何これ？ああ。みんなこんなことに命をかけたの？一体どうして？まあ、何を考えてたにせよ、何が真実かは物の見方次第で変わるものだ。ここはもう調べ尽くした。戻ったらザイオンにある料理屋を覗いてみるのがいいかもな。何か見落としてるかもしれない。料理屋？もうすぐ。ではこのペケのマークがあるところの3番目だよね。3番目だとこれなんだよね。で、一番下の記号で、この3番目に入るのはこれだから、これでいいんじゃない？そういうことなんだ。金かよ。あんだけ頑張って解読したのに。もう、小一時間かけたのに。やんなるわ。ここに何の用だ？こいつか。あなたこそ大砂漠で町の人が亡くなってた。そうか、そういうことか。真実を隠すことはできない。オルカルは何かを隠しているんだ。人は規律を受け入れ無知を装う。どういう意味？信じてるものが真実とは限らない。それだけさ。覚えとけ。いつかお前も俺たちの気持ちがわかる。なるほど。パチコキ野郎どもってことだ。変やだな。変やだ。前は有名人だったよ、変や。歌詞がないのか、これ。まだ歌なの。イブ、何か分かった？ええ、リガーから詳しく話を聞いて調べてきた。昔のあなたがどういう人だったのか推測も含んではいるけど、
リガーが言ってたことは本当みたい。あと歌のタイトルも分かった。続けて。あなたはとある劇団のアーティストだったみたい。でも大事なのはここから。あなたは機械婦人という公演の主演だった。あなたが歌うあの曲はその公演の歌だったの。歌のタイトルは運命を超えて。運命を超えて、そうだったの。ええ、でも話にはまだ続きがある。もう平気、もう十分だ。何？本当に聞かなくていいの？まだ続きはあるけど。うん、運命を超えて、過去の私が今の私に向けたメッセージなのかも。失った過去を乗り越えて今の自分を受け入れろってことじゃないかしら。過去にとらわれるあまり、おおむねそんな感じ。かけていたわ。でも今はちゃんとそばにいてくれる人がいる。それが何より大事なこと。確かにそうかもしれない。イブ、ありがとう。何もかもあなたのおかげよ。それじゃあデータを受け取って。これさえあれば運命を超えてを最後まで歌えるはず。わかった、ありがとうイブ。もしよかったら今ここであの歌を歌ってもらうことはできる？ああ、喜んで歌うわ。機械夫人、ブラボー。あれ、いなくなった。スーとうまくいってる？イブから見てどう思う？スーどっか行ったよ。そうやって聞き返してくるってことは順調そう。違う？全部あなたのおかげよ。エンヤ、そろそろ。ああ、
もう行くのね。いつもあっという間に時間が過ぎ去ってしまうわ。用事を済ませたらまた来るから。死体が転がってます。これか。画面に文字が表示されてる。パスワードと関係ある。もっと調べないと。何も光らない。わけわからん。なるほど、あれを探せばいいんだな。これだな。ゼロか。あったあった。どこやねん。かあ、むず。この辺か。ああ、あるわ。よし。こっちら辺は？あるわ。どこだ？思い当たる節はここら辺だな。あー、でもなんかここに下にあった、くせえな。どこだっけ。何やってんのお前。おー天使、元気か。俺は町に残ることにしたよ。相方はもういないが、一人でもちゃんとやってかないとな。そうか。何なんだ。上だったかな。あ、ここだわ。画面は全て確認した。この文字、きっと正しく組み合わせればパスワードになる。そんで、まあ、あとは時計回りで、入った。開いた。この中で何があったのか確かめないと。よし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 。厳重すぎない？死んでますよ、しょっぱな。あの、怒りで奴らに箱舟を見せてやるって言われてきたんだよな。ここに閉じ込められて、出れなくなったんだ。誰から返してくれ、頼む。残念でしたね。ダメー、みたいな。
いつぞやのクソどもか。ああ、これひどい。エネルギーがありません。うわ、死体の山。かあ、何人死んどんだよ。バッタンは死んでる。つって。終わり。あ、いた。え、まだ調べるのか。これか？そんな。な。これは一体。やりか。どういうこと？ドアが自動的にロックした。どういうこと？ここから抜け出さないと。予備電源が切れる前に出ろ。何があるか分かったことない。分かった分かったもんじゃん。どうすればいい。よし、見た。何？これがいけないわ。開いた。上がる。さ、そんな、こんなむごい真似をした人間がいたなんて信じたくないな。もしかしたら地球に希望がなさすぎておかしくなっちゃったのかも。行きましょう。おかしくなっちゃった。と話します。お前がザイオンに来てから状況は好転しつつある。天使よ、何があった？過激派を見つけたけど、もう死んでた。それと現場について他にも報告がある。あの過激派は住民たちを守るふりをしてみんなを監禁して殺してたみたい。オルカルを信じるなってみんなをそそのかして。そうか。
とにかく礼を言う。あとはこちらで対処しよう。それだけ？信用されてないっすね、おじいちゃん。だからここなんじゃん。あそこだな。あれ？オリビアだ。ジャンク集めでもしてるのか。何やってんだお前。こんな場所で天使様と出会えるなんてついてるね。実はちょうどザイオンに戻るとこだったんだ。何か見つかったの？いやいや、別にジャンク集めにここに来たわけじゃないよ。ならなんで？エイドスセブンのマップデータに仕込まれてたとある暗号を解読してたんだよ。そしたら中にこんなメッセージが隠されてた。セイレーンの歌が聞こえし時、放浪者たちは安らぎを得る。セイレーンはきっとペテロスプラザにある人魚像のことだね。それに昔は回収屋のことを放浪者って言ったらしいじゃない。この暗号は私を待ってたんだよ。だからわざわざ危険を冒してまでここにやってきたってわけ。それで結果は？ダメだった。ネイティブが多すぎて精錬探しは諦めることにした。私が代わりに調べる。本当？いいのかい？この改造したフュージョンセルを使えばきっと精錬が反応するはずだよ。分かった。あなたはザイオンに戻ってて。そうだね。そしたら街で待ってるよ。セイレーンの歌が聞こえ、この安らぎってのはきっとすんごいお宝に違いないよ。間違いないって。じゃああとはあんたに任せてザイオンに帰るとするかね。安らぎってお前死んでんじゃね。その前にワイン取りに行く。あれ、お前もいるよ。ね、来すぎだろ。回収屋に見えないけど。水が引いたって聞いて仲間を探しに来たんだ。なのにどこにもあいつらがいない。仲間？昔は3人チームで活動してたんだ。当時はエイドスセブンで漁るのがお決まりだった。でもある日、水没したプラザに眠ってるお宝の手がかりを運よく手に入れてな。だからわざわざ潜水服を用意して水中を探索したんだ。水中には宝が山ほど眠ってたよ。美しい光景だったな。だがまあ、いいこともあれば悪いこともある。仲間の潜水服が故障してな。結局戻れたのは俺だけだ。じゃあ他の二人は亡くなったの？ああ、そんでザイオンに戻ってから回収屋を辞めた。それからはただの世捨て人さ。毎晩悪夢を見るんだ。勝手なのは分かってるが、もし回収屋の痕跡を見つけたら俺に教えてくれないか？分かった。見つけたら声をかける。まあサブクエありすぎ。ワイン探しに来ただけなのに。この辺にいる、いたりしない。ダメ。え、でどこら辺なのよそれ。千年殺したーい。ダメでした。はよ、ダカジン。化け物しかいねえ。千年殺し。
いつじゃないの。ちお宝の山って何よ。危ねえ。ここだな。あそこだな。でっくりしょ。周屋の遺体。待った。もう一人いる。ずっと閉じ込められてたみたい。ああ、ここまで泳いで動けなくなったんだ。イブ、日誌があるぞ。日誌。バーラン裏切ったな。バランが言ってた通り、水中に眠るお宝を探してたようだな。潜水服が故障してここで助けを待ってたみたいだ。だが二人が死んだと思ったバランは町に帰った。バランには黙っておいた方がいい。そうだな。受け止めきれるとは思えない。とにかく回収して戻ろう。やそう。しょうがないよね。こだな。ワインセラーあった。おお、状態も良さそうだな。どれも一級品だぞ。全部持ち帰ったらどうだ。バリーは確か3本って言ってた。真面目だな。酒好きなのは何もバリーだけじゃないぞ。ふっ、前もか。よし。セイレンガール。あー、バレた。もう嫌ですよ。ダダ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 ーン。ユバラン、あなたの仲間の遺品を見つけた。かー、はい。二人とも生きてただと。つまり二人を殺したのは俺なのか。バラン、落ち着いて。いい、これはあなたのせいじゃない。イブ、少し一人にしてやろう。ほら、ダメかもしれん。あんまり上がんなかったな。大丈夫かお前。疲れちゃった。ちなみにこれは自殺ルートなのでらしいですよ。見ろ、これだ。オリビアの石像だ。オリビアのフュージョンセルはあるな。ええ、ドライブに差し込んでみよう。へこんでるけど大丈夫なの。
よく入ったらへこんでんのに。ホテルや。ああ、なんだ？建物の明かりがついた。この建物はホテルだ。それって眠るための施設？ああ、安らぎっていうのはきっとここのことだ。それにしてもひどい飾り付けだな。安宿にしてもひどい。だがまあ、ゆっくりと休める場所が生きる活力をくれるのは確かだ。そうね。にしてももう少しいいものを期待してたが、がっかりだな。がっかりだよこりゃ。それだけなのこれ。いやオリフィア、セイレーンの歌を聞いてきた。さすがだね。お宝は見つかった？いや。セイレーンが歌い始めたらホテルがライトアップされたけど、ただそれだけだった。それだけ？それだけ。安らぎって言うからもっと特別なもんだと思ってたわ。期待させて悪かったね。全部私の勘違いだった。でもアダムが言ってた。ゆっくりと休める場所は生きる活力をくれるって。そういう場所自体が宝物なのかも。そうね、ザイオンもその一つかもね。それじゃあまた何か見つけたら声をかけて。もちろんだよ。気をつけてね。天使様、この間は本当にありがとう。何か手伝えることがあったらいつでも言ってね。他開けろ。ねえ、ダメか。バリー、頼まれてたワインを取ってきた。シャトーモラック、ジャックトゥネル、ナパロンティ、ああ、文句なしの組み合わせだ。ありがとうよ、本気で助かったぜ。ジョーちゃんは命の恩人だ。満月になったらあんたも儀式に参加しな。ええ、招待状を待ってる。じゃあまた。こんな上等なワインいつぶりだろうな。ちっと味見だけするか。味見とかいいっす。全部飲んじまんだ。いらっしゃい。おお、ジョーちゃんじゃねえか。うちの店もビップ御用達ってな。役に立ててるならよかった。おお、もう気向いた。そしてなんもねえわ。じゃあな。下着探しに行こう。さっきのやつ自殺してっからな。どこだ？配信出ますね。ちょうど挟むドアバランスが死んでしまいます。大丈夫か？自分を許せなかったんだろうな。 SP もらえますね。私も同じことをしたと思う。エイブ、前までそんなことするなよ。もし滝が生きてたら痛いな。まあ、死亡した場合は SP が回収できますので、
どちらかというと死亡させた方がお得っぽいっす。お得サイコパスみたいな考え方。千年殺し。あっ、うら。ザグで帰りまーす。よし、戻ってきたぞ。お、パルスめ。でもよくわからんよ。ここ揃ったな。はい、というわけでまあ今回はこの辺にしておきまーす。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。